はい、というわけで、はい、やってまいりましたね。ね、スル TV どこですか。ここは、スーパーです。スーパー、はいはいはい、ミッドナイト TV。 スーパーに来てまして、ね、なるほど。スーパーといえば思い出しますね、スルが名店伝説。ああ、あれを食べたことをね、メインの方でね、公開されてますけど。で、なんかアレンジをしてくれって実は頼まれてて。ほうほう。あの時は酢のラーメンの味を そのまま食べてっていう感じだったから、で、ちょっとまあ適当にアレンジして自由にやっちゃってくださいっていうことなんで。なるほど。それをサーブでしょ。はいはい。やるために食材をまず買いに来ました。玉屋さん。玉屋さんで、はい、許可が下りてるんで撮影の。そうだね。特別に許可をいただきまして、玉屋さん、ありがとうございます。貴重なすするのスーパーの買い物シーン。そう、まあ、普段どのように買い物をしているのか。確かに。うわ、確かに頬に手を当てるのか。こう、うわ、気になる。そこ、こう思って頬に手を当てるのか。そんな重要か、これ、はい、行きましょう。行きましょう。さあ、スーパーに売ってるということなのですが、本当ですか。フードメンコーナー。なるほどね。よく見かけるこのコーナーに、おお、がっつりしっかりと並んでいく。スターありました、とりあえず。ホンダバッチリあるね。あるある。すげえな、マジでスーパーで買えんだな。どうみんな。おお、てかなんかめっちゃ全員以外もいっぱいあるね。ほんまやな、ね、うわ、テンション上がるなこれ。うわ、すごいねこれ。楽しい。もうすする御用達のお店ばっかりじゃん。ほんとだね。ちょっとね、近くにトッピングがもうすでに。気になるのあったら入れてって。トッピングか。あともう薬味系。あ、そうね、薬味はもうあって損はないから。まあ、万能ネギにしてみますか。それ万能ですから。万能だから。お、ヤバめのチャーシューがある。これじゃん。すごい、ご褒美って書いても伝説じゃん。いいね、なんかちょっと違うな。うわ、物が3種類あんだけど、すでになんかどんだけ空気。ちょっとすでにめっちゃ買ってんだけど。この間の、うん、濃厚のその豚骨魚介のつけ麺に納豆を入れて食ったらめちゃくちゃうまかったね。納豆、動画にした。動画で食ってた俺の横の人が納豆つけ麺、ちょっともらったらめちゃくちゃうまかった。へ、富田に合わせるのは結構ありなんじゃないかと俺は思います。確かに、なるほど。ちょっとめっちゃうまかった。体験してみたい。行ってみよう。天才じゃん。さすが経験が違うわ。納豆ってなると卵やっぱり。ああ、なるほどね。確かに。ませんな。ツナ缶も。あ、ツナ缶詰系は。ツナ入れるとなんかこう混ぜそばみたいな感じにした方が。あ、混ぜそばいいじゃん。油そばアレンジもできますから。ホンダ、ホンダ混ぜ、ホンダとかもできるよ。油そばアレンジ、油そばに入れるとしたら。ちょっと見てみましょう。どうしました、こんなコーナーで。チーズってなんかね、ありじゃん。チーズって動画伸びるじゃん。チーズ動画伸びるよね。まあまあ伸びやすい、チーズとともに。うん、なんか合いそうなやつある。まあ、とろける系を買って、ケチャップとかそういうトマトっぽい味付けで、ソーセージとかのけたらなんかピザみたいな。ピザじゃん。ピザピザだ。ピザじゃん。まあ、あえてね、そこをツタのスープで贅沢にやらせていただくんで。なるほど、そんなんでいいの。え、何キリ。ああ、あれ、野猿のジローで俺入れた時めっちゃうまかったほら、キリの。ジローとツタは真逆といっても過言ではないけど。確かに。でもクリームチーズうまいって絶対、あの買い出しの感じに。それではこれは持ち帰って、すするクッキング始まりますよ。というわけで、この間のスーパーで買ってきた食材を使ってアイランド職人さんの袋麺をアレンジしていこうという企画でございます。はい、というわけで、はい、3種類準備できました。バッチリ。いろいろやりましたね。いろいろやった、本当に。どれからやってくる？伸びる前に、うん、じゃあ、あ、まあ確かにツタさんからやっちゃいますな。はい、ツタは何をするんだっけ。ツタはちょっと今回このキリのチーズを溶け込ませて洋風みたいな感じちょっとしてみようかな。なるんですか、本当に。どうなんでしょうね、本当。ほんと分かんない、やったことない。分かんないね。これちょっと待って、バターみたいなの使ったの。小分けじゃなくて切らなあかんやつ使って。あ、そうなんだ。ブロックタイプって書いてる。おいおい、誰取ったの。いいよこれ。やばいよ、ね、全部いく。全部いくのやばいし、これやばくね、このこのブロック。あ、でもなんか合いそうっちゃ合いそう。あ、もうさあこれに。いいよ、チャーシュー選んでいいよ。あ、こっからビュッフェ形式なんだ。ビュッフェ形式。いいよ、やりたいな。これ楽しいやん、めっちゃ。めっちゃ楽しいね。じゃあちょっとこれとりあえずっていいですか。ちょっとネギ入れる。ネギもまあ買ってちょっとだけね。なんかあれやな、新たなパーティーできるんだよ、手巻き寿司パーティー。確かにラーメンパーティーラーメンパーティーできる。え、すげえ、どんどん溶けてきてるよ。なんかうまそうだな。ね、うまそうな感じするけど。ありだね。うーん、あー、ありありあり。よっしゃ、じゃあこれチーズ絡めてちょっといただきます。すごい、うまい。うまいね、うん、貝系に合う、ちゃんと。貝はあまりもう、まあ、チーズがもうチーズがー。これどうなの、クリームチーズにしてよかったの。いや、めっちゃよかったと思う、これ、思惑通りって感じ。うわー、天才じゃん。え、めっちゃうまいよ。うん、うまいよね。うまいね。あ、うまい。普通に上品さましたね。上品感はある、確かに。
めちゃめちゃうまいやんこれ。うまいよね。ありありのありだよね。ありわらのなりひらやこれ。ありわらのなりひらだよ。なんだ全部入れる説ある。わ、なんやこれうまっ。全部にチーズ入れちゃう。全部にチーズ入れちゃう。出てきた。キリ万能説あるね。キリがうまいって説ある。だからうま。説だらけですけど。説だらけ。即で喋ってる。でもちゃんと解と作用してるやん。解と作用してる説。うん。そういう説がある。ね。説がある説。おおすごい、アメージングです。アメージング説でした。いい感じっすよ。はい、いい感じ説。はい、ということでじゃあ本田さんの油そば風アレンジをちょっとまあまず混ぜていかないことに始まんないから、要はタレを割ってないとお湯で、そうもうそのまんま入れた、ここにで卵黄を落とすと、うん、ちょっと油そば風になってうまいんじゃないかということで、なるほど、じゃあこれを中央に、あー中央にいかなかった、でネギ、やっぱ油そばはやっぱネギ必要っしょ。本田さんはもともとどんな感じでしたっけ。豚と魚介のもうトリプルスープというか、ブロックチャーシュー入れる、チャーシュー入れなきゃ、わざわざブロックにしました油そばよりね、はい、うわうわこれあうまいじゃん、すげえ、あうまいうまいうまい、絶対うまいじゃん、卵黄を、はい、うわあーうまい、さらにこれはうまいだろ多分、卵黄全部入れる説あるんだ、いやほんとその説はもう一個薄い、あ、ちょっと足りなかったかもしれない、タレが。ちょっと入れるか。ちょっと自分に足してね。ああ、なんか、追うこともできると。そうそう。あ、チャーシュー絡めた方がいいね、多分。あ、ほんと。うん。肉肉したわ。塩分もちょっと足されて。そうだね。じゃあ、もう最初から普通の言う通りにするわ。肉と卵黄と、ダーン。うまっ。早っ。嘘つけよ、もう。うん。じゃあ、クリームチーズ入れてみたら。いや、チーズでは絶対うまいと思うよ、これ。セットあるわ。まあでも、やっぱラーメン用に使われてるタレだね。まあ、そんな感じはする。うん。油そばではないなっていう。チーズマジで入れる、チーズありだ、チーズマジでいってます、マジでありだと思う、はい、じゃあこちら追いチーズ、うわ混ざるかな、ちゃんと、いやもうブロックそのままこのまんまこれいい、もうチーズだろもうこんなん、うん、うまま、すごいね、だったね今、ただただキリがでもちゃんと混ざることによってうまくなってる感はあるよ、おこのラーメンのタレとキリのチーズが合うっていう、おお。やばいよね、大正解、キリやばいわ、キリやべえキリすごいわ、キリがうまい、これどういうコンセプトの動画なの、このラーメンを紹介しなきゃいけなかったんだけど、キリがうまい、キリがうまい、うますぎてやばいことになってるこれは、うんま、キリマジうめえよ、うん、チャーシューもね、黒チャーにしたのはマジで正解、うん、黒チャーマジ正解だった、うわうま、あーうまうまい、わすっごいうまいわこれ、あーうまうまい、こんなうまく、こんなうまくなっててるこれ、なになに、やばいわ、あーこんなすごい男優じゃねえかこんな流れちゃったからもう男優じゃん、はい、というわけでじゃあラスト富田さんはこちら納豆いってみようっていう、富田だけ2玉使ったからね、あ、すごい本田とか分量的にちょっと2玉使うと足らない可能性が、え、納豆ってさ、どっちに入れるの、漬け汁、あ、漬け汁に入れるんだ、入ってるんや、最初からそうでしょ、色一緒やからもう何も入ってない、確かにもう一袋入れた方がなくなったよ、なんかそう混ぜたらなくなっちゃう、2杯分だから、あ、そうだそうか、もう一個いっとこうか、もう一個いっとく、こちらもまあこれも取りすぎたらだいぶねボリューム出るっしょ、2杯分作ったので2杯入れます、はい、すごい丁寧な説明、簡単な計算さ計算ですらない、おーおーおお、だいぶ変貌を遂げたな、いいねいいねいいね、はい、じゃあいくよ、何が見えるか、はい、いくよ変な感じだし、お父さん感じだね、お父さんみたいな感じだしね、サービスエリア止まったっすね、あ、みんな行くよ、行くよ、じゃあいただきます、うん、あれ微妙なやつだった、なんかあんま変わんない、富田さんの強すぎて普通にこのまんま、あれ富田強しだった、富田強しじゃん、もう一個いく、もう一個いくぐらいの方が親切もある、一回ちょっと普通にいってみて、そう、納豆のなんか粘り気みたいなのあるんだけど風味があんま生きてない、変わんなくね、ほとんど変わんない、富田強しです、3つ目納豆3パック入れてるからね、マジで3パック何今回タレなしで入れてみたんで納豆感を演出したいの納豆感って何納豆感、納豆の納豆感って何、これでもダメだったらもうキリ入れればいいそらキリ合いそうだな、キリ合いそうだよ、ね、チーズってうまいからね、うまそうだよ、あでもさすがに絡んでるわ、富田強しだね、え、すごっ、なんですごいね、すごいね富田さん、うん、こんなさ、だって結構もう豆よ、豆、全然豆いるのよ、うん、心なしかすすりやすくなってるだけだね、まあそうだね滑り良くなってた、滑り良くなってた、滑りが良くなった感じだよ、これでもう最上級だからね、モテる納豆は出し尽くしたから、飛びたい、飛びたいな、強しやばこれね、強しだね、高一になってくれん全然ずっとうめえな癖がすごいわ、
チャーシューはでも、あ、せっかくだからこの富田さんにちょっと似てると言われた見た目だけね。このチャーシューを、うわっ、あ、チャーシュー、あ、うまいじゃん。納豆車製のーだよ。いける？うん、チャーシュー強いしだろ。チャーシューの味しかしない。ダメだわ、競合が出てきた。納豆はマジでいない。チャーシュー、富田、納豆になっちゃう。やなるほど。なあ、ね、全然だね、ほんとに。なんで？マジで。富田のアレンジは難しいってこと、ね、難しいよね。もう富田がもう完成されてるっていうことだね。そういうことだね。まあ、ネギとかは合いそうだけどね。薬味としてね。ちょっとチーズ入れてみてよ、一回。ああ、せっかくだから。チーズね。チーズじゃ分からない。まあまあまあ。さあ、果たして生きてくるのがチーズだ。うん。生地最強。うわー、やっぱその説。一番強かったから、やっぱ。生地は最強だわ。説立証されたよ、これ。プラスには働いてる。やっぱそう。おー、邪魔とかインパクトぶつかり合ってはない。ない。ジロー、ジローはでも最初なの。ああ、もうそれ以外の店舗では見たことないね。ジロー以外で見たことない。ジローすごいね。ジローもすごい。普通に食べようとしたら今。つけずに。ただただね。つまみじゃん。居酒屋のつまみ。使ってなかったからさ。そいつ邪魔そう。うん。めっちゃ味濃いね。味濃いんだ。キリだったかやっぱ。あ、そう、キリ。ちょっと言っとく。箸にもキリついてる。箸にももう。うん。うん。プラスではあるよね。だんだん納豆出てきた感じするよね。あれ麺に卵黄をのっけてさ、こう溶いて、麺自体に卵を絡めて、それをつけるっていうの。どんどん出してくるな、ほんと。あー、やばい。あ、そう、あああじゃないよ。いいよ、ちょっと、この箸で。ああ、ああ、ああ、いい、いい。いやいやいや、半分ぐらいだけ。ああ、ごめん。蕎麦食うみたいな感じで。あ、なるほどね。絶対うまいよ。あれ？うん。ボラだほど。最上級の滑りを見せただけだ。スバーンって言っただけ？滑りに関してはもう、二つ、卵と。納豆と卵だから。うん、滑る滑る、つるんやった、つるん、滑る滑るの、そう、それだけ。もう分かった、もうこっちにキリも入れて、もうええわ、どんだけっていう感じでね。はい、まあ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 、いろいろ楽しめる、こういうスタイルもいいね。全然面白いな、これ。いろいろこうトッピング用意しといて、最高だわ。うん、面白かった、普通に。キリはマストね。でもキリは絶対買う。しかもね、他にも名店伝説って、あ、そういう店もあるから、種類あったからね。いろいろやってもらえれば。確かに。いいんじゃないですかね。最後にすげえ PR みたいな。すごい。しっかりと。偉いな。俺に任せてください、企業案件は。はい。だからめっちゃ楽しかったね。富田さんの器も当たるからね。あ、そうだよ。うん。それだけでうまいみたいなとこあるからね。俺もいいからね。はい。出してみたの。やば。え、うまいじゃん。これうまそうだね。ん？これ一番うまいよ、めっちゃ。え、マジで？マジで？納豆も効いてるし。確かに。納豆感は出るだろうね、これ。切ってから発見すな。イケシビジョンしてたら。え、うまっ。これだったか。